元気が出る大チャンネル。昭和の香りを探そうと思ってふと思っていたら、駄菓子屋さん懐かしいですね。昔駄菓子屋さん街に一軒ぐらい商店街の真ん中にありましたね。子供ながらに行くのが楽しみで、母親に100円200円をお小遣いをもらっては、友達と一緒に自転車を漕いだり、歩いてでもそうですけど、お店に行ってそこで飴を買ったりくじをやったり、なんかやった覚えがありますね。皆さんも思い出がありませんか？北金津家の子供の時のその駄菓子屋さんの一番の思い出は、苦い思い出なんですけどね、駄菓子屋さんでおもちゃのパラシュート売ってたんですね。で、軍人さんが背中に背負ってこう飛び降りるような、そういうイラストのついているパラシュート、まあ、人形をつけて上から落とすと綺麗にふわーっと落っこってくって面白いんだっていう、そういうこうものなんですけど、まあその駄菓子屋の鈴木屋っていうんですけど、鈴木屋のお母さんがですね、人形っていうのを自分人間って聞き間違えたんですね。ああ人間で降りると、ああそうなんだと思って嬉しくって、もう買って持って帰りましてね。で、2階の屋根に、まあ普通2階のベランダに出るのは簡単だったんですけど、2階の屋根まで登って、せっかくだから高いとこからもう頭の中はふわーってこうパラシュートで落っこってく夢なんですね。もう想像ができちゃってるんで怖いものないんですね。わざわざはしごをかけて2階の屋根まで行きまして、屋根から飛び降りたんですね。そのおもちゃのパラシュート一つ片手に持って、今考えたらアホですよね。でもたまたまその2階からを飛び降りるのに、せっかく登ったんで2階に分けて、せっかくだから2階飛ぼうと思ったんでしょうね。欲張りが構想したんですね。庭にガレージ、駐車場のこう、まあプラスチックのペラペラペラっとしたね、ファイバーの屋根がついてたんですけど、駐車場の車の屋根に1回飛び降りて、もう1回飛べば2回遊べると思って、その欲が良かったんですね。気持ちよくバーンと飛び降りたんですけど、もちろんバリバリバリって言ってガーンと落ちたんですけど、無傷だったという、うん、その今でも忘れないですけどね、その鈴木屋さんの前にこう通るたびにそのアクシデントを思い出すんですが、息子が泣いてたの、母がバリバリッと音で飛び出してきて、どうしたかなと思ったら、息子が倒れてたらしいですよ。右手にパラシュートを持って。実はその駄菓子屋さんをですね、なんかこうパソコンで駄菓子屋なんて調べて、まさかもうないだろうと思ったら、意外とあるんですよ。まあ昔懐かしい駄菓子を求めている人用のお店、ショップ。結構ありましたね。まあ、思い出横丁とか、ハイカラ横丁とか、名前のそういう懐かしいレトロ感のあるお店の、そして昔懐かしい、ブリキのおもちゃ的なものから、まあ、その、食べ物、そしておもちゃもいろんなものがいっぱい並んでる写真がばっとこう、そのホームページとかに見るとですね、あ、これ絶対行ってみようと、そしてなんか買ってこようと。まあ、昔は10円、20円、100円ももらったら結構いくつかいろいろなものが食べれたので、ただもう時代が時代ですからね、もっとお金、まあ1000円ぐらいは使ってきてもいいかなと思って、用意してですね、今から行ってきたいと思います。皆さんも思い出があると思います。懐かしいいいものあったらちょっと物色していきたいと思うので、一緒に楽しんでもらえたらなと思っています。今日最後、よかったらいいねボタン、コメントも、懐かしい思い出のコメントもあったらください。しっかり目を通したいと思います。で、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録も忘れずにお願いします。さあ、それでは今から駄菓子屋に買い物に行ってきます。大チャンネル、今たどり着きました。今から買い物行ってきます。懐かしい。懐かしい、かっこいい。ゆずきさん。
懐かしい。あれ、さあ、いっぱい買いました。今から会議に行きます。たくさん買ってきました。楽しみです。駄菓子屋さん行って帰ってきました。こんな感じです。すごいでしょ。いっぱい買ってきました。1000円の予算のつもりだったんですけど、2500円ぐらい買ってきちゃいました。大人買いですね。でも楽しかったです。もういろんなものがあります。今から一つ説明もしたいと思いますが、おもちゃも買ってきちゃいました。ボンカレーも買ってきちゃったし、お菓子もたくさんありますね。今からちょっと紹介します。早速食べてみたいと思いますが、まずはふ菓子。ねえ、懐かしいでしょ。昔おっきいの売ってましたよね。今でも小分けされてるんで、結構こういうのがいいですね。今日買ってきたのは黒砂糖、ね、のふ菓子って書いてあるんですね。ああ懐かしいね。美味しそうだな。売ってんですねこれね。でも食品なので、今もちゃんと作ってるものなんですよね。だから30年前40年前のものをそのまま引き継いで、今も作っている工場が工場があるっていうことなんでしょう。いただきます。うん、懐かしい味だな。あ、美味しい。こういうの食べてね、みんな大きくなったんですよね。ふ菓子これ美味しい。うん、よっちゃいか、うん、これね、なんでよっちゃんなんですかねという話なんですけどね。美味しい。いきます。へえ、こういうのいいもん。こういうので今も売ってるんですね。しかもこうカットよっちゃんって書いてあって、ほらこういうやつ。あ、食べやすい。昔はこれを、ね、1本のこうもっと長いやつにこう棒で刺してあって、串で刺してあってね、なんか、あ、味は一緒変わらない。なんかこのプラスチックのね、あの瓶っていうかね、あれの中にこう入ってて、こう縦になってて、こうやってパッとこうやって食べた方がいい。あ、結構お酢が効いてますね。これこれね、懐かしいですね。こういうのたくさんありましたね。ね、まずかば焼き太郎、名前も面白いですね。わさびのり太郎、太郎シリーズなんですね。で、すだこさん太郎ね。でこれがお好み焼きさん太郎ね。でこれが、のり梅さん太郎ね。面白いな。全部は難しいんで、じゃあかば焼きさん太郎ね。こういうのがあったね昔ね。います。懐かしいですね。あ、昔のまんまだ。ほら、こんな感じ、こんな感じ。ねえ、うなぎの味がするのかな。どうなんだろう。うなぎ、かば焼き、ね、タレで焼いてあるってことなのかな。あれ、あ、なるほどね。結構ニンニクベースです、これ。かば焼き三太郎はお魚のすり身にイカ味を混ぜ合わせ、板状に伸ばしたもので食べやすいようにカットしてオーブンで焼き上げました。その後、醤油、みりん等を味付けをしてかば焼き風に仕上げています。ね、美味しいよって書いて、美味しい美味しい。懐かしいですね。人参、これ覚えてます？人参、まあ、これまあ、お米のポン菓子です。ポン菓子、昔はよくどっか家の近くのところにこう夜とか来て、丸い車の上に積んであって、お米を入れてパーンってやるやつね。お米を爆発させて、それ醤油味で作るやつ。これでもなんでこれ人参、まあ人参の入れ物に入ってるイメージは形のイメージなんですけど、なんでこれ人参なんだろう。でも人参が入ってるわけないし、あくまでも人参味ってことがありえないし、こういう意味なのかな。はい、行ってみたいと思います。人参、懐かしの駄菓子人参。あれ、ああ、まあイメージは本当にお米の格好したね。これちょっと見えないかな。はい、うん、まあ柔らかくて美味しい。もうでも本当にお米で作ってるんですもんね。すごいな、うん、これはいいですよね。懐かしいですね。ね、もうちょっと食べて。結構これちゃんとね、お米の格好してますもん。そのままお米がここだって格好ちゃんとしてるんで、ちゃんとそれは原材料っていうの本物にちゃんと普通に作ってるんじゃないかな。今もあるんですよこれね。
ただ人参が分かんないです。なんで人参なんだろう。どんどん焼き。これは懐かしいですね。これ美味しいですよね。大好き。でこの感じは当たりがつくんですよ。中に当たりの紙が入ったりするともう一個もらえるとか、結構誰が、景品が当たるとか、結構当たりくじ付けのこういうのが子供ながらに嬉しくって、当たった外れた、アイスキャンディーもそう、棒の先に当たりとかついてると、もう一本もらえるとかね、そういうのが結構いいですよね。これ、これあられですよね。わー美味しい。あ、ソース味だこれ、あ、書いてあったソース味。こんにちは、どんどん焼きをお買い上げありがとうございます。ソースを混ぜフライにしておりますね、美味しいですと書いてある。これね、やっぱどんどん食べたくなるから、どんどん焼きなんさ、これ止まらないもんこれ、あ、懐かしいな。人間はこういうのでできてるんですよ。子供の時にこう楽しくね、買ってもらったこういうのでね、人間ね、大人になってくるんですよ。だからね、こういうお菓子とかね、子供の遊びとかも忘れちゃいけないです、絶対。これ美味しいの。どんどん焼き、ね。懐かしいですね。パッケージも変わらないですね。当たりといえば、飴。そしてガム。ね。もうこの辺ですよ。これは風船ガム。初めて食べた風船ガムはこれですね。ただちょっと見て、なんか違うでしょ、ほら。昔真四角でしたよね。4つ入れだったんですよ。で、10円とか。これね、今、6つ入れなんですって。4つじゃ儲かんないんですかね。ほら、違うでしょ、大きさが。ちょっとね、前はこんくらいでしたもんね。ね、6つ入りになりました。ちょっといちごね、食べてみたいと思います。あ、で書いてある。当たり付きって書いてあるよ。ほら、当たり付きって。当たり付きは当たり付きなんだ。これ当たっちゃったらどうすんだろう。買ってもらえん、また交換してもらえるのかな。ちょっと待ってね。ちょっとこだ。ここに、あ、ここに線がある。あ、だ、だ、だ。よし。懐かしいな。揚げ方も懐かしいですね。あー、コース、イチゴはこのピンク、ピンク、ピンク。ピンク、ピンク。これ、これ、これ、これ。見る、見える、見える。ほら。これ。あ、うん。こんな味だったかも。せっかくだから3ついきます。あー、これ懐かしいな。商品名は風船ガム。ね、そう、これね、初めて、まだその大人のガムとかっていうのがない時代に、子供が初めてガムを噛むとこの系ですよ。で、間違って飲んじゃって全部食べちゃうやつもいたりしてね、怒られたっていう話も聞いたことありますね。難しいな。3つぐらいじゃダメだね。6つぐらい全部せがくだりやっていいから。大人って嫌だね。昔はもったいないなって言った。大人になると6つぐらいエギでいっちゃうんだからね。3つぐらい食べたらね、結構ね、あれね、あ、外れて書いてある。残念でした。昔はね、エンジェルのマークがくちばしについてた当たりとかね、当たりはいいですよね。いきましょう。これできないのかな。昔綺麗にやってくるな。もう一回。ありがとうございました。もう一個あるんで、後でまたやってみたいと思います。じゃーん、これハイエイトチョコレート、懐かしいでしょこれ。見て見て、これね、まあマーブルチョコレートとかの原点っぽい感じがしてならないんですけどね。この8の8、ね、ハイ8チョコレートって、これ言ってましたね。でね、見てもらってもいいですか。ここにね、穴が開いてるんですよ。これ穴ね、考えてみてね、思い出したんですよ。これね、
輪ゴムを通すんだよ。輪ゴム、ここにね輪ゴムを通してね、それでもう分かってる人は懐かしいと思うから分かると思うんですけど、輪ゴムをこうね2本通すわけで、こうするわけよ。メガネになるんだよ、こうやって。ほらほら、うわーこれ最高だよね。いいわとか言って、なんかね、分かんないけどね、なんかやだ、ただ今きついってことは顔がでかくなったってことだね。子供の頃にはこれがぴったりサイズだったんじゃないかと思います。懐かしいな。ちょっと食べてみたいと思います。あ、おいしい。懐かしいな。何種類、4種類、5種類ピンクもあるもんね。こういうので子供の時には最高に幸せだったんですよね。今は生意気になっちゃって、なんかこういうのに幸せを感じなくなってる大人って嫌ですね。昭和の時代の良さっていうのがこういう一つ一つにアイデアの中にいっぱい出てきますね。これやっぱりいいな、うん、美味しい。そう、美味しい。じゃん、うまかぼー。これ結構今でも普通にうまかぼーは袋に入って売ってるお店がスーパーなんかでもありますね。本当にあの長い歴史があると思いますよ、ね、うまいもん、うまいもん、うまかぼうじゃなくてうまいぼうじゃん。まあいろんな名前があったような気がしますけど、サラミ味ととんかつソース味と明太味、うん、これね懐かしいな。これね、これです。さあいきますね。さ、まあふがしのちょっと新しくなったバージョンっぽい感じで開けてみますよ。はい、お、ほら、いきます。あ、うん、うまいぼう、うまい、うまい。これね、めっちゃ喉が渇きそうな、うん、これいいな、これ明太味、全然明太の味しないけど、しなくてもいいんだよね、昔はね。なんかメロン味とか、なんかイチゴ味って言っても全然イチゴの味とかメロンの味しなかったもんな。砂糖の味でも、なんかその想像、このもうなんか図柄が明太味って書いてあると明太だって錯覚して、もうなんか脳がかっ、もう明太に行っちゃうんだよね。この時代のお菓子はもう本当にあのいい意味で簡単な発想で楽しければいいっていうか、今みたいにこう根拠もないとダメなんだとかね、細かすぎる時代じゃないので、これでも十分美味しかったですね。今日はいっぱい買ってきたんでね、後でまたゆっくり食べたいと思いますけどね。うまい棒いいじゃないですか。さらにこうね、カルパス、これ食べましたよね。贅沢ですよね。もうこれはあのおやつというか、なんだろう、もうおやつ、これで料理にもなんか出してもいいぐらいな。でもこれちょっとしね、これは結構いいねしたような気がしますが、カルパスこれね、ね、いいですね。ああ、うん、これ美味しい。結構やっぱりこう栄養価もあるはずですよね。ドライソーセージとかでますね。あ、ね、すんごい美味しい。思いっきり来てます、サラミ味。うん、どちらかと言ったらこれはあの大人の贅沢な感じにも使える。まあ駄菓子屋で売ってましたけど、子供用だけではないような気がしますね。まあ美味しいです。じゃーん、覚えてます？ヨーグルト、これあの蓋の裏にね、当たりと外れがあって、当たるともう一個もらえるってやつね。このちっちゃな、ほら、あのサジがついててね、子供の時にあのアイスクリームを買うにはお金がなかった時にこれで我慢したような覚えがありますね。懐かしいな。モロッコヨーグルトっていう名前になってますね。これでね食べるんですね。懐かしいな、これ。よいしょ、外れ、まあ当たんないよね、簡単にね。さあ行ってみたいと思いますね。あ、そう、こんな感じ、こんな感じ。うん、あ、結構ちゃんとヨーグルトの味がするんだな。はい、甘さも控えめで
なんでこれ常温でこうやっていい形で残せるんだろうって思うぐらい、こういうお菓子っていうのはうまくできてますね。ね、結構、まあ、換気はいいにしてもあんまりね、冷房が効いてない昔の時代の駄菓子屋さんに普通にこれが並んでたってことは、夏の暑い日に溶けないような工夫もされてたんでしょうね、きっとね。まあ昔は今ほど温暖化じゃないのかな。うん、おいしい。これね、もう端っこの一番下のこれね、こう、もうね、取ってね、うん、食べる。あー、これ美味しい。今まで食べた中で何が美味しかったって、まずこれを覚えてますね。これ美味しいですね。こういうのをよく買って食べましたね。そしてもう一個、すももジュースね。スプーンで、スプーンじゃないや、ごめん、ストローでね、吸うんですね。冷やすとうまいって、冷やしてないけど、すもも漬け、本当にすももが入ってるんですよね。懐かしいですね。これを吸うんですよね。懐かしいなね。こんなの今作ってんですね。まだあるんだもんな。言います、どんな味がするんだろう、もうちょっと覚えてないですけど、すもも漬け、なんか子供が飲むにしたら大人の味なんじゃないかな。すももでしょ、酸っぱいのかな。うわ、酸っぱい。これ何これ、こんなんでしたっけ、すもも漬け。なんかね、基本的には梅、もう梅ジュースでしょこれ。梅干しがなんか入ってるような。いや、そこか、そうなんで、ちょっともう手でいい、いっちゃって、ごめんね、ごめん。ほら、これスモモで、梅じゃないスモモ、ほら見える。へえ、あクリックしてるよ。うん、あー、でも体にはいいかもねこれ。うまな。これは高学年生だね。まあビタミン C とか取れそうな感じがしますね。おいしい。あとこれね、ヨーグルトゼリー、これね、凍らせて、凍らせて、ね、かじって食べるっていうね、夏にはもう美味しい最高の定番の一つですね。うん、まあ後で凍らせて食べますよ。こんなのも売ってましたね。面白いですね。クッピーラムネ、うん、フエララムネって書いてある。クッピーラムネなしね。これあれだよ、笛になって音が鳴らせるやつで、そんな思いじゃないです。あとおもちゃ付きになってます。おもちゃ、まずおもちゃなんだ。限定のおもちゃが入っているかも。かもって何？キャラクターのおもちゃが入っているかも。キャラクターってことはこのウサギとリスのキャラクターかな？これ。さあどうだ？お、やった、指輪だ。指輪。じゃあ指輪だ。ハートの形の指輪だ。いやー、すごい。指が細い。小指でも入んねんじゃん。全然入んない、ね、子供用だからしょうがないか。やったーね、やりました。はい、フエラムネだね。フエラムネね、なるかな。もうさっきね、風船ガムで失敗してるから悔しいから、いきます。お、うん、ラムネ、ラムネ、あ、これ美味しいぞこれ。懐かしいですね。ラムネとかマシュマロとか子供ながらに不思議なお菓子でしたね。なんだろうと思いながらも、これが美味しかったですね。ラムネ菓子、これ美味しいなこれね。音が鳴るよって書いてあるよ。今日はまずは駄菓子屋さんに行っていっぱい買ってきた中の、まず半分ちょっとジャックレイマ試食してみました。今日はここまでということにしたいと思います。後半はですね、おもちゃもいっぱい買ってきたりしてるので、そういうのもちょっと楽しみながら皆さんに紹介できたらいいなと思っています。また次回お会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。北川大輔でした。
この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。